マテリアマテリア、お宝マテリア、どこかな、恥ずかからず出ておいで。マテリアマテリア、お宝マテリア、どユフィナヨ、ファルト、リリーボー、みんな無事だったんだね。うん、ユフィもよかった。あたしはしぶといよ。あ、そうだね。あれ、ソーンは？え？おい、お前ら。あ、ブンポさん。そうそう、こちら本家アバランチの皆さん、いろいろ世話になったんだ。で、ご存知ブンパの皆さん、お前ら、シンラビルには行ったのか。うちのエッジ、見なかったか。何でもいい、知ってるなら教えてくれ。残念だけど、ウエッジは…はあ、それでも聞きてえんだ。七番街のプレートがあんなことになって、僕たちの心はぐちゃぐちゃになった。驚愕、恐怖、萎縮、悲しみ、怒り、憎しみ、心の中も瓦礫の山さ。そんな時、本家の指導部からの打診があった。プレート落下は神羅の自作自演、さらなる暴挙を防ぐために神羅ビルを占拠する。武器装備は至急、意志ある者よ集え。そんな感じのね。私たちには参加する義務がある、そう思ったの。ウェッジは僕と同じトラックにいた。我々は地下駐車場から神羅ビルへ潜入、各階を制圧しつつ先行中の別部隊と合流する。ルティア隊と連絡が取れません。選抜隊は、あるいはすでに。憶測はいらん。まずはマット隊長に連絡を。はい。よいしょ、よいしょ。ブンパのウェッジっす。ああ、セブンスヘブンの。うん、さあ、これを食べてリラックス。ありがとう。リラックス。部隊の目的はプレジデントの暗殺。分かってる、全然俺たちらしくない。でもあの時はその気になっていた。ほら、気合い入れろ、置いてかれるぞ。申し訳ないっす。いでー、うわー、うわー。この先が重役フローだ。ついに我々の手に世界を取り戻す時が来た。怒りと憎しみを奴らにぶつけてやれ。おう、どうしても仲間と連絡が取りたいんす。あ、早くこっちの作戦を伝えないと行き違いになるっす。じゃあ、上で。ああ、俺たちの勢いはそこまでだった。
間違いない。あの人でした。ありがとな。そう。大丈夫ですよ。あ？今聞こえたよな、ウィッチの声。意識はライフストリームにすぐに溶けちゃうんだ。何か聞こえたとしても気のせいだね。この遺跡はライフストリームに感謝して祝福するための場所だったらしいの。私たちはここで遺跡修復のボランティアをさせてもらってる。星に帰った人たちのために少しでも何かできればと思って。ねえ、私手伝いたいな、ここの修復。何をどうすりゃいいんだ。壊れてしまった星の泉の修復。泉はこの辺りのエネルギーの源で、ライフストリームの吹き出し口になってるの。壊れている星の泉はライフストリームの濃度が高くて容易に立ち入れないんだ。だから専用ロボットを使って修復するんだけど、あんまりにも型が古くて僕たちじゃうまく使いこなせなくて。お話は聞かせていただきました。そういうことなら僕がお役に立てるかと。名付けてチャドリー・ジュニア。ついに僕にも弟分ができたようです。チャドリー・ジュニアは皆さんの命令に沿って動きます。早速指示を出してみてください。
すごい。あいつらにも見せたかったぞ。どこかで見てるさ。ん？なんだありゃ。あの輝きの先にも遺跡群があるようですね。じゃ、そっちも直しに行かねえとな。私たちも手伝っていい？ああ、好きにしろ。こんなところで分派だ本家だ揉めたら星が笑うぜ。マターを封印するために作られたものなのではないかと推測しました。まずは遺跡の修復を進めましょう。きっと星が僕たちをエンシェントマターへと導いてくれるはずです。チャドリージュニアの追加 AI チップを開発しておきました。ぜひ活用してみてください。
いつかコスモキャニオンへ行こうってよ。盛り上がったことがあってな。うん、カクテルの試飲会の時だよね。うん、やっぱこれが一番。新カクテルはコスタデルソルに決定。ちょい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 。お飲みすぎだって。平気平気。俺はこのコスモキャニオンを押すね。いい線いってるんだけどね、なんか物足りないんだよな。お待たせっす。ん？じゃじゃーん、コスモソルトっす。コスモキャニオンを名乗るからにはコスモソルトを入れないと。さあ、召しませ召しませ。コスモソルトって生命学の聖地、コスモキャニオンで取れる岩塩っす。めったに手に入らないっすよ。嘘、塩入れただけで、なんで。本当だ、美味しい。味が生まれ変わったな。ああ、でも手に入りにくいんだよね。それは困るな。買い占めてきたっす。これでしばらくは大丈夫。あくまでもしばらくだろ。このコスモキャニオンが人気メニューになったら塩なくなっちまうぞ。その前にみんなでコスモキャニオンに行くっすよ。で、お土産は塩塩塩。いいね、生命学の聖地コスモキャニオン、みんなで行くっす。お前やな、活動資金もままならねえってのに旅行なんて行きわけねえだろ。はい。これ行くしかねえな。そう来なくちゃ。連れてってね、リーダー。リーダーに乾杯っす。乾杯。乾杯。こんな時だけ調子いいぜ。来たよ、みんな。結構時間かかったぜ。あれ、もう終わっちゃったんですか。とっくにな。ほら、次行くぞ、次。はい。バレットの一撃で気合が入ったよ。次こそは僕も。共和国と一緒に廃れたらしいけど、この辺りは塩の名産地だったんだ。ってことはこの谷も大昔は海だったってことだよな。はあ、星ってすごいよな。共和国と一緒に、ってことは、星ってすごいよな。今は遺跡だけど、完成した頃はどんな感じだったのかなとか、意外と興味あって、自分でも驚いているの。
先越されちまったか。星の泉に新手のモンスターが出現して危険な状況のようです。ピピーって来るよな。お待たせしました。追加の AI チップを用意しましたので、モンスターの攻撃に注意しつつ調査を進めてください。
待たせたな。いえ、僕たち頼ってばかりで何もできないですし。ホスト共にあらんこと。はい、次ウェッジの番。ホスト共にあらんこと。俺よ、スラムの食い倒れ名人ウェッジ。その声が小さいぞ。俺はもっとみんなの役に立ちたいっす。いつも足引っ張ってばっかりで。もうまたそれ。誰がいつそんなこと言ったわけ。私ビックス、それとも、うん、誰も言わないっす。でもそれはみんなが優しいからで。ウェッジにはこいつが優しく見えんのか。ちょっと喧嘩売ってんの。え
ほらほらほら見ろ、全然優しくなんか。ギブギブギブ。つまりだ、ウェッジが役に立ってねえなんて。役に立ってねえなんて誰も思ってねえ。ウェッジはきっともっともっとって誰よりも頑張ってたんだね。ああ、たく欲張んのは食い意地だけにしとけばいいのによ。行こう。
ジェントマターを確認。僕という存在もいずれライフストリームに帰る時が来るのでしょうか。ん？当たり前だろ。あ。あれは？ウェッジからの贈り物だ。ありがとうよ。お前らのおかげでいろいろと片がつけられた。そんな、私たちは何も。みんなはこれからどうするの？考えたんだけど、俺たちも分派の仲間に入れてもらえないかな。何を言い出すの？だってよ、あれから本家とも連絡取れてないし、このまま何もしないでいるよりマシだろ。そうだけどね、これからは協力して。調子に乗るんじゃねえよ。覚悟のない奴は石ころよりも使えねえ。すまない、俺はただ気持ちだけもらっとるぜ。お前らはもっと遠くを見て、で、生き延びろ。もう、食べられないっす。最後は、リーダーの出番だな。いや、待ってました。星と共にあらんこと。長いぞ。俺たちは星を救うため共に立ち上がった同士だ。金はねえ、仲間も多いとは言えねえ。だが俺たちの心には半神羅の炎がメラメラと誰よりも熱く燃え盛ってる。犠牲は少なくねえだろう。だが俺たちはたとえ命に変えても神羅を打ち倒しこの星を守る。腹を切りて俺について来い。この腹と共に戦い抜くっすか。おう、覚悟は得意だ。よっしゃ。よし、今夜はケーキ漬けに飲み倒そう。ではコスモキャニオン追加ね。追加ね。切っていいよな。もちろんあいつらを忘れるわけじゃねえ。そりゃ無理な話だ。でもよ、後悔はもう終わりだ。はい。
お主が来るのを待っておったぞ。今宵こそ我が手に捕まる銀次。誰だ貴様は。チャドリこれまで発生した現象を分析し、クラウドさんの位置情報がロストする前に僕のデータを送り込ませるようプログラムしてみました。ブログに名誉なる記述締めが貴様を呼んだ覚えはないぞ。わあ、大変興味深い空間です僕はチャドリン、あなたは一体何者ですか。この空間はあれが何者かだと。それを聞きたいのは我の方なのだ。帰れ。待ってください。チャドリ、無事か。はい、なんとか。お前もいたよな。はい、クラウドさんとあそこにいたのは間違いなく僕です。どうやらあの場所はこことは異なる次元に存在する空間のようですね。頭がついていかないクラウドさんの動揺を検知、この謎の解明に向けますます意欲が湧いてきました。引き続き調査へのご協力をお願いします。皆さんは連絡会とはつながってないんですか。アバランチの本家も巻き込んで、なんだかいろいろきな臭い方向に向かってるみたいで、これ以上怖いことが起きなきゃいいんだけど。俺もっとしっかり考えないとダメだよな。コスモキャニオンで別れたの。何か別の用事があるみたいだった。ジージェも無事だといいんだけど。